兵庫八区候補、中野、中野博正でございます。天笠基準の市民の皆様の声を聞いてまいりました。例えば、少子高齢化というのが大変大きな課題でございます。特に若い世帯の皆様、私、中野博雅も子育て世帯であります。娘が2人おりまして、5歳と3歳、幼稚園に行っております。地元の幼稚園でも、いや 子育て、教育に本当にお金がかかる、なんとかしてほしい、こういうお声をいただいてまいりました。子供が何人もいると、大学にやれるんだろうか、こんなご不安の声もありました。私、中野弘正も大学に行くのは苦労いたしました。父は町工場の職人であります。家計も大変であります。奨学金を借りました。授業料も減免してもらいました学金を返すのは大変に苦労いたしました。 そして最近の若い世代の高校生は奨学金を将来返すのが大変だからもう最初っから大学に行くのは諦めようこれではいけない政府に申し出をいたしました今年度嬉しいことに成績が優秀な方で家計が苦しくて大学に行けそうもないこういう方に対して 新しい奨学金返さなくてもいいという給付型奨学金これも中野博正の実績として実現をすることができましたお約束した政策を前に進めること実現をさせていただくことそれができるのは自公政権であります私たち公明党であります皆様のお力で中野博正勝たせてくださいどうかどうかよろしくお願いいたします